どうも、ジャマスです。プネミーです。最近コメント欄で、はい、そのバックが引っ張りきれないから、はいはいはい、なんかそれをこう直す練習法なんかありませんかっていうコメントがね、結構来るんだけど、はいはいはい、どうやったらこう引っ張りを身につける練習みたいなのがあるかな。あります。まああのバックを思いっきり引っ張ることはできると思うんですけど、やっぱ打点がつかめてないと思うんですよ、うん、引っ張りの打点、ね、だボール相手も試合の時にバックっていろんなところに打ってくるから、うん、練習のように綺麗にあの、ね、あのここに来ることはないよね。来ることはないと思うんですよ。だからあの打点をしっかり探してあげるっていうことが必要なんで、その練習をあの今回は盛り込んでいきたいと思いますね。いろんなとこから。そうだね。フリーズ。そうだよ。じゃあ今回は船水ドリルで、はい、バックハンドの引っ張り、はい、やっていきたいと思います。やっていきましょう。レッツゴー。この練習のポイントは引っ張りの打点を見つけるということです。引っ張り打点を見つけるということは、より右足の前で打つということを意識するということです。そのために注意していることは、まず一つ目はしっかりまずあの引っ張りの場合はもうサイドアウトするつもりぐらいで一番最初は引っ張るということ。極端に引っ張ってあげることによって、まあこれ以上打点前だったらサイドアウトするなっていう打点がつかめるので、まずはサイドアウトするつもりで思いっきり引っ張るということです。で、2点目は引っ張りなのでしっかりドライブ回転をかけて2バウンド目にコートの外に逃げるようなあのボールを打ちたいので、しっかりラケットスイングスピードを速くしてあげるということです。流しのバックの場合はあの面をコントロールしなきゃいけないのでスイングスピードを少し落としてもいいんですけど、引っ張りの場合はしっかり回転しっかりラケットを振らないとボールが回転がかからないので、その打点を前でしっかり捉えつつも打点に意識が行きつつもしっかりラケットを振って鋭く振ってあげるということが重要なポイントなので、このポイントを意識してやってみてください。
ありがとうございました。こういう練習方法だったら、はいはいはい、試合を想定した感じでバックの引っ張りの練習ができるんで、そうそう、やっぱ試合は動きながらね常にやってるので、うんうんうん、こう今みたいに流れて3球打つことによって、ね、場所によって打つ打点も自然と変わってくる、同じ場所にコントロールするんですけど、うんうんうん、打ってくる打つ場所が違うから、そうだね、その3つの打点さえ、ね、覚えればより応用にもつながる。確かに。これぜひ動きながらやりつつも一つのコースにね、あの絞って引っ張りだけっていうのもかなり練習になると思うので、やってみてほしいと思います。実際その、はい、やっぱ引っ張れないっていうパターンは、まあ、一本じゃできるけど試合でできないっていうパターンだと思うから、こうやってやっぱ動きを入れて、そう、動きの中で打点がね分からないっていうのがやっぱそういうことなんだね。そうそうそう、打点が3つ打点がこの練習で分かると思うので、まあ積み重ねて練習していけば、この時はこの打点、この時はちょっと引っ張りたい時はこの打点、すごい引っ張りたい時はこの打点っていうのがすごい分かると思う。そうだね、そうだね、打点の使い分けにもなると思う。すごいいい練習。いや、この骨水取りでマジでおすすめです。やってみてください。ありがとうございます。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。